アレクサンドリア市電はエジプトの大都市アレクサンドリアを走る路面電車。市内を走る市内線と郊外へ向かうラムレー線の2つの系統を有し2020年現在アレクサンドリア交通局によって運営されている。そのうちラムレー線には日本製の2階建て電車が使用され香港トラムやブラックプールトラムと並び2階建て車両が走る。 路面電車路線として知られている。アレクサンドリアの路面電車のルーツは、1862年に、イギリスの行政教区長及び貿易省であったエドワード・ジョン・フェルマンによって、設立されたアレクサンドリア郊外へ向かう鉄道会社をルーツに持つ。1863年1月に馬車鉄道として開通後、同年8月から蒸気機関車牽員に変更され、 1900年代、初頭に原価が完成して、以降は2020年現在まで電車による運行が行われている。一方、アレクサンドリア市内の路面電車路線は1896年1月にアレクサンドリア市議会から建設許可が下り、翌1897年から路線建設、開通が逐次行われた。これらの路線は開通当初民営鉄道であったが、 ラムレイ方面の郊外路線は1929年以降、エジプト鉄道局の管轄下に置かれ、1947年からは、市内の路面電車も含めて、アレクサンドリア交通局によって運営されている。郊外路線であるラムレイ線では、2019年現在、以下の4系統が運行されている。2017年の時点では一部系統が、LQA、 エドルブラム駅を起点としていたが、2019年は、全系統とも市内線と接続するラモーレイ駅を、起点とする。アレクサンドリア市内を走る、市内線は、2017年の時点で以下の系統が、存在する。市内線、ラムレー線アレクサンドリア市電のうち、郊外へ向かうラムレー線は1960年代以降、施設の更新が行われていない状態にあり、 老朽化が進行している。そこで2020年11月、エジプト政府はシストラグループを中心としたコンソーシアムとの間にラムレー線の近代化に関する契約を交わした。これはラムレー線の高速化による利用促進を目的とするもので、歩道橋の設置、信号システムの更新、一部の支線の廃止や駅の整理など大規模にわたるものになる。また、 車両についても全て置き換えられる。長年使用されていた近畿車両製の電車は全て営業運転を終了することになっている。ありがとうございます。